じゃあ行きましょう、たけるくん。はい、行っちゃいますよ。え、何ですか。行きますよ。はい、せーの、僕ら全力少年隊。ちょっと待って待って、ちょっと待って、持ってくリハより引っ張りすぎやな。いらないいらないもん、そんな、はい、男心をこくすぐるこのコーナー先週に引き続き消しゴム落とし後編です。さあ、バリアは効いたのか。それではどうぞ。前回は消しゴム落とし対決の先鋒戦でタケルがあっさり千葉。イエーイ。2、3、4、5。決戦ではタケルのバリアで続くは手も足も出ない。じゃあ僕正直なこと言っていい、はい、一緒に落とそうと思ってやったんですけど全く動かない。よし、この対決どちらが勝つのか。さあ、しかしこっからです。こっからっすね。こっからの攻め、もうあと負けられないよ。負けられないっすもんね。これバリア解除とかないんすかね。バリア解除ないないっすかね。ないわ。これバリアした状態から打たないといけない。そりゃそうよ。下手すると、はい、手怪我するよ。手がね。いきます。はい。やばい。これ力貯めてたら滑ってピュッて指が出ちゃったんですね。だー、痛ー。これもうね、バリア効いてねえから勝負の一打。ナイスバリア。すっげえ。ナイスバリア。すっげえ。俺本気で落とすつもりで言ったのに。しかも2つとも。すげえこれ。どんくらいバリア効いてるか傾けていい？ですね、はい。お、すげえ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 。もう皆さんご覧ください。垂直ですね。そしてなんとご覧ください、これがバリアの威力です。半端ないね。ビシビッて垂直です。完璧や、タケルくん。はい、見事なバリアや。さあ、続いて僕の番ですね。よし、はい、一回はけようかなと思ってね、こっちに。なるほど。はい、うん、じゃあ行きます。ちょっと待てなんや、2回とも机て。いやいや、待って、今いい、もう俺も見らんかったこと言う。見らんかったこと言うわ。あだす、あだす。おー、おー、危ねー。飛んだ今、危ねー。今ね、はい、絶対普通だったら落ちてるけど、キュッて止まりました。半端ないグリップは効いたよね。マジ今ドキーってしたんです。いや、すげえ。次はいつも横でいくでしょ、うん、横はパワー。なるほど。はい、僕は次正確性でいきますから。あ、違うんですね、打ち方が。うん。あれ何が起きました今。今すっごい飛んだね、うん、ジャンプ出しちゃった。カメラマン立てたでしょ、うん、ここに当たった。いやー、ちょっとした俺珍事件じゃないですかこれ。うまいこと言うな。おっとっとっと。いよいよ大将戦です。選手は誰だ。トンボくんです。見たまんまやろ全部それ。トンボくん、トンボくん。僕の大将はこちら、じゃじゃん、武蔵。なぜかというと今吉川英治武蔵を呼んでるからだ。ただ憧れてるだけだ。うわー、タケルくん、はい、罰ゲームかかってますからね。じゃあ罰ゲームや。絶対したくないっす。僕も絶対勝ちます。負け。レイ、お願いします。お願いします。いきます。ちょ、あれ思ったのと違う動きしましたけどね。ヘイ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 。ちょ、弱気なんじゃないの。違います、うん、ちょっと距離をね、相手の様子を見ると、測りたいですからね。いきます。はい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 、いきます。はい、おい、おー、でもこれ結構な距離来ましたよ。すでにいい位置じゃないですかこれ。もうすでに射程距離入ってます。えい、ブーブー。おお、スタジアムが、ブーイング。いやいや、
や、これはね、僕は見ました要素。いきます。すげえプレッシャーかかっちゃう、あそこ。ピー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 。何やそれ。それ何ですか今の作戦。頭を向けたんす、次ね、次狙えるように。なるほどね、はい、じゃあ行きます。私あなたよりも10年も先輩ですから見せます。今ちょっとぶつける絵が欲しいところだろうと思って当てに行ったんですけど、ね、ちょっと思ったよりも、うん、バリア OK、はい、1、2、3、4、5、よし、これついたやろか。うわ謎、さっき騙されたもんバリアに。これで落とせばタケル君の勝ち。いきます。惜しい、マジ惜しい。あぶねー、超あぶねーって飛んだって。しかしこの今絶好のポジション、バリア1、2、3、4、5、これは来たよ。随一のバリアの使い手ですからね、あなたはね、はい、相手がバリアしてるからちょっと強めにいかんと飛ばんと思うじゃん。尋常じゃなく自分のが飛ぶって。もう一回やな。待って、罰ゲーム届きましたよ。はい、はい、テンション上げていきましょう。何なんですか。はい、こちらです。じゃーん、うわ、なーこれすげー、これ、なんこれ、なん、熱くなってきたんでゼリー用意しましたよ今日は。弾力ある、すげーそれ一口でいけばいい。マジでなんかわからんゼリーよ。ちょっと手作り感もあるよこれ。なんこれ。ゼリーの正体はキレイコウという伝統中国医学に基づいた商品。日本では亀ゼリーの通称で呼ばれてるんですけども、亀の腹側にある甲羅を干して粉砕した粉末と生薬を混ぜ蒸したもの。効能としては美肌と美顔効果、解熱、夏バテ、喉の痛み、痔などの様々な効能があるとされております。ありがとう、はい健康に気遣ってくれてありがとう。そうそう、え、このピリッとするやつ何これ。その赤いやつをちょっとトッピングでつけてみました。トッピングいらんやろ。トッピングでこれやろ。それ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 、いや、はい、あーして、さ、消しゴム落とし。皆さんもいろんなルールで自分として楽しんでみてください。それでは次回の全力少年隊もお楽しみに。さようなら。怖いや、怖い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 。どういう目してるんですか。どうした。何やってんの。ありがとうございます。ありがとうございます。もういやーどう思ってました。先週から思ってました僕は。ま何個も譲って一周で終わらせるならいいわ。二周する。何がバリアの達人やから。他逆にこれを今ご覧になってる人たちのその顔の表情を送ってきたやつを流した方がいい。
皆さんの表情をいっぱい並べてそっちした方がおもろいと思う。あそんなやっぱハテナが出た。何をやってるんだろうっていう。僕ら2週見てますからね、バブヤの見せられてるみたいなことやってるよ。ただ、うん、1個だけいい、はい、もうテレビの前の小学生は、うん、もうものすごく感動したと思うよ。いや、ないよ、ないよ、そんなことない。いや、そうですね、実際メール来てるんですよ。メール来てる。やめろって。和彦さん、はい、相変わらず全力少年隊には笑わせてもらってますと。ありがとうございます。消しゴムっすか、なんで今頃それって感じで見始めてますが、やっぱり見せますね。友倒れの時にはグラスこぼしたほど爆笑でした。明日から娘とバリアしながら消しゴム対決です。ありがとうございます。甘やかすぎて。ありがとうございます。来てる子たち絶対思ってないやろ。思ってるから出るから。いやいやいや、またするってこれ。カメゼリーの番組やろただろう。あのまあ辻褄合わせで情報も盛り込んだ。確かに。これじゃいかん。盛り込んだ。途中からなんか別コーナーみたいな感じだもんね。なんか初め食べた時辛いの全然つけない。そう。結局あったでしょ。あったでしょ。辛いの見えてたでしょ。流れが。いや。今回も全力を尽くしましたね。来週も楽しみに。全力って言うな。宮古観光情報です。いやー。